はい、皆さんお元気ですか早速、今日の質問に入りましょうこういう質問です私の場合、イエス・キリストを信じていますがいつ救われたのかを覚えていませんこんな私でも救われていますかはい。これ、とっても重要な質問ですねこの質問をよく受けますいつものように三つ申し上げます一番目に、救いの日時とその状況 正確に覚えている人がいますどういう人でしょうか例えば聖書の中の登場人物を考えるとパウロがそのよ,よい例ですね彼はクリスチャンを教会を迫害しようとしてダマスコへ行く途上で復活のイエス・キリストに出会ったんです彼の目が一時的に見えなくなりましたその出会いを通して彼は改心しましたですからパウロの場合は いつどこでどういう状況で救われたのかということを忘れるはずがないんですねつまり救いの日時とその状況を覚えている人は劇的な改心を体験した人ですね、まあ、劇的という言葉が強すぎるとしたら明確な人生の変化を体験した人ですねその人はそれまでは神に背を向けて生きてきた人ですところが何らかの 試練や課題に直面しし方向転換をした人ですですから自分の救われた日時決心した日時状況誰に導かれたのか誰と祈ったのかそういったことをよく覚えているわけですねこれ自体は大変な祝福だと思います。2番目に救いいいいのの日時とその状況を思い出せない人がいま,すまあ思い出せないといっても記憶の鮮明度には個人差があります。 ですから全く思い出せない人と少しは覚えてるんだけどぼんやりしてる人といいますね。でこの2番目のタイプの人っていうのは多くの場合クリスチャンホームで育った人ですねあるいは小さい頃から日曜学校に行っていたあるいは学校がキリスト教系であった振り返ってみるといつの間にか信じていた、まあ、子供の頃に信じた人がとても多いわけですね。で救いの日を 思い出せなくても心配ありません救いは神様の宮座ですね救いは神様の宮座ですので神様は日時も状況もすべてあなたが決心した内容を覚えておられます人は記憶によって救われるわけではありません人は福音によって救われるんですそれが第三番目のポイントなんです三番目に人は 恵みと信仰によって救われます例えばエペソビトへの手紙「二章八節」こう書いてあります。「この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です」と書かれてあります。「福音を受け入れイエス・キリストに信頼を置いたなら救われています。たとえ 日時を記憶ししてててていいいなくくもそのの人は救われています確認してください3つのポイントがあるんですイエス・キリストは私の罪のために死なれた死んで墓に葬られたそして3日目によみがえられたこの3つのことを受け入れてイエス・キリストに信頼を置いているならばあなたは救われています誕生日がいつかわからない人がいたとしてもその人は生きているんです 誕生したことは確かです霊的にも同じことが言えますねさあ今日はここまでなんですが前回に続いて嬉しい報告です3分でわかる聖書文芸社から第1巻第2巻が出ています第1巻が重版が決まりましたこれ4回目の重版なんですねロングセラーの道を歩き続けていますねありがとうございます第2巻はこの後に続いていますがもう少し PR をする必要があるかなと思っていますぜひ皆さん手に取って読んでいただきたいと思いますではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございます